皆さんこんばんは。本日の台湾留学レポートでは、最近三井ショッピングパークララポート台中に訪れたので、今回そのことをちょっと紹介したいと思います。こちらのララポート台中はですね、昨年の春にオープンしたばかりです。でニトリ、ABC マート、ユニクロ、GU などたくさん日本の店舗が入っています。地図の青丸の部分が台中駅で、赤い丸の部分がララポート台中です。で、台中駅からだと歩いて15分かからないぐらいで着くので、とても近い位置にあります。まず最初に訪れたのが無印良品です。もちろん日本で売っている同じ商品もあったんですけれども、こちらの写真のようにビーフンや台湾茶など、台湾の人に合わせた台湾の無印良品でしか売ってない商品がたくさん置いてありました。なのですごく楽しいんですね。もし、旅行とかで台中駅付近に来られる予定がある方は、ぜひこちらの無印良品に行っていただきたいです。意外と、いいお土産になると思います。そして、次に訪れたのがカルディコーヒーです。こちらはですね、写真のように、日本のお菓子とか、うどん、ラーメン、あと調味料であったり、たくさん日本の商品が売られていました。留学生とかで日本の食べ物恋しいなっていう子は、カルディに来ていただくと結構何でも揃うんじゃないかなというふうに思います。そして私が気になったのがこちらのチーローハンの元なんですね。チーローハンって日本語で書かれてたんですけれども、裏の表示を見ると台湾で製造してるらしかったので、もしかしたら台湾のカルディでしか売ってないものなのかもしれないです。そして最後に、どんぐり共和国に訪れました。すごいジブリが好きなので、これは純粋に楽しかったですね。ジブリは台湾でもすごい人気があるので、小さい子だけじゃなくて大人の方もたくさんジブリグッズを購入されていました。個人的に気になったのが、仮暮らしのアリエッティの、この洗濯バサミのですね、ヘアクリップが売ってまして、すごく可愛いなって思ったんですけど、使い道がなかったので、結局買いませんでした。はい、今回の内容は以上になります。最後までご視聴くださりありがとうございました。